皆様こんにちは。 FMYY のキムチアキです。関西学院大学総合政策学部山中隼人ゼミのメディアの実践、今年は少し形を変えまして、シリーズのタイトル、コロナ体験を記録する学生たちのフィールドノート2020と題しましてお届けいたします。学生たちのフィールドノートを中心としたそれぞれのセルフドキュメンタリーとなっています。毎回2本ずつお届けしますので、最後までお付き合いくださいませ。関西学院大学総合政策学部3回生の吉高あかねです。今世界では新型コロナウイルスが大流行しています。皆さんは新型コロナウイルスに感染しないためにどのような予防法を実践されましたか？私は毎日の食事で免疫力を高める方法を実践しました。そこで今回は新型コロナウイルスに負けないための免疫力を高める食事についてご紹介します。番組の流れはこのような感じです。はじめに、なぜ毎日の食事で免疫力を高めるという予防法を取ったのかについて説明します。次に免疫力を高める食材やメニューについて説明します。次に免疫力を高める食事を続けた結果について発表します。次に家族に行ったインタビューの結果について発表します。最後に番組制作を通して気づいたことや感想を発表します。でははじめに、なぜ毎日の食事で免疫力を高めるという予防法を取ったのかについて説明します。まず私が食事を作る担当になった経緯について説明します。今まで私の家には一番早く帰ってきた人が食事を作るというルールがありました。しかし大学の授業が全てオンラインになり、もともとアルバイトもしていなかった私が家族の中で一番家にいる時間が長くなりました。そのため私が晩ご飯などを作るようになりました。そして外に出て仕事に行っている家族を私なりにサポートしたいと思い、毎日どのようなものが食べたいのかを聞いた結果、免疫力が高くなる食事を作ってほしいというリクエストがありました。なので私は毎日免疫力を高める食事を作るようになりました。次に免疫力を高める食材やメニューについて説明します。免疫力を高める食事について調べた結果、腸内環境を整えることが免疫力を高めることにつながり、そのためには善玉菌を増やすことが大切だということが分かりました。腸には口から食物以外にウイルスや細菌などの外敵などが侵入してくる機会が多いです。そのため免疫機能が備わっており、免疫に関わる細胞も6割以上が腸に存在しています。そのため腸を健康に保つことで免疫力を高めることができます。腸内環境を整える食材は主に発酵食品、オリゴ糖、食物繊維などです。私は発酵食品をメインに使って免疫力を高める食事を作ることにしました。発酵食品を使って実際に作った料理の一部を紹介します。こちらはキムチと納豆のチーズトーストです。キムチと納豆を細かく刻み、食パンの上にのせて、その上にチーズをかけてグリルで焼きました。時間のない朝でもしっかりと発酵食品が取れるように工夫しました。この料理で使用した免疫力を高める食材はキムチ、納豆、チーズになります。
こちらはブロッコリーと豚肉の味噌炒めです。ブロッコリーと豚肉ときのこと納豆とキムチを味噌で炒めました。きのこやブロッコリーには食物繊維が豊富なので免疫力を高めることにつながると思いました。この料理で使用した免疫力を高める食材はきのこ、ブロッコリー、キムチ、納豆、味噌です。こちらはお味噌汁です。お味噌汁は晩ご飯の時できるだけ毎日作るようにしました。お味噌汁を作る時は必ずきのこを使うようにしました。この料理で使用した免疫力を高める食材はきのこ、味噌になります。こちらはネギ味噌厚揚げチーズです。厚揚げの切り込みにネギ味噌とチーズを挟んでいます。この料理は家族にかなり好評で何度か作りました。チーズはカロリーが高いので最初は使うことに抵抗があったのですが、脂肪分がカットされたチーズを使いカロリーを抑えるようにしました。この料理で使用した免疫力を高める食材はチーズ、味噌です。これらのレシピはデリッシュキッチンというレシピサイトのものを参考にしました。次に免疫力を高める食事を続けた結果を発表します。私は今まで毎年冬や春頃に風邪をひき体調を崩していたのですが、今年は熱が出るような風邪をひきませんでした。また3月あたりは鼻が詰まることが多かったのですが、今年は鼻が詰まったと感じる回数が減ったように思います。免疫力を高める食事を続けたため体調を崩しにくい体質になったと思います。次に家族に行ったインタビューの結果を発表します。インタビューは私の姉に行いました。まず私が毎日作った料理は美味しかったですかという質問をしました。この質問に対してはどれも美味しかったです。毎日どんな料理が用意されているのか、家に帰ることが楽しみになりましたと答えてもらいました。次にどの料理が気に入りましたかという質問をしました。この質問に対してはネギ味噌厚揚げチーズとキムチと納豆のトーストが気に入りました。発酵食品同士なので相性が良くどれも美味しかったです。あとチーズが好きなので特にこの2つが気に入りましたと答えてもらいました。最後に体調の面で何か変化はありましたかという質問をしました。この質問に対しては風邪をひきにくくなりました、これからも免疫力を高める食事を続けてコロナウイルスや風邪にかからないようにしたいですと答えてもらいました。最後に番組制作を通して気づいたことや感想を発表します。免疫力を高める食事を取り続けたことで風邪をひきにくくなったなど体質の変化があったので効果は出ていると思いました。また家族にも料理についてどう思っているか聞く機会ができたので良かったです。インタビューを行い毎日楽しみにしているということを知ることができたので、これからも免疫力を高める食事を作り続けるモチベーションになりました。今日本では再び新型コロナウイルスの感染者数が増えていますが、これからも毎日の食事を通して家族の健康をサポートしていきたいです。番組は以上になります。
ご視聴ありがとうございました。すべてはイレギュラーから始まった。そしてリズムを刻んで。で終わった。今まではイレギュラーがない、繰り返しという言葉がよく似合う生活を送っていた。いや、もしかしたらそんな生活を送っていたという名目の主体は、私ではなかったのかもしれない。朝6時30分、目覚ましの音で起きる。そして、携帯の画面に表示される時間と何度も目を合わせて、急ぎ足で電車に向かう7時30分。電車内でイヤホン越しの音楽に耳を傾け、その日の天気に一喜一憂する。そんな大学生活を毎日送っていた。月曜日から金曜日までの授業をそれとなくこなし、締め切り直前まで熟成させていた課題を急いで消化する。こんな私の今までの生活にはイレギュラーというものはなかったように思う。強いて言うなら、友達と寄り道したり、睡眠時間を極端に削るような YouTube の見方をしたり、今まではこのような自分の行動で発生するイレギュラーしかなかった。そして自分が作り出したイレギュラーを寝不足の頭で非難する。前日の自分を責め、そんな自分に嫌気がさしたり、今振り返ってみると、規則正しいとも言える日々の生活下で、そのような思考に私の頭は支配されていたように思う。しかし、コロナというまさに強制的で誰のせいでもないこのイレギュラーが、私の考え方習慣に変化を加えた。私の幸福度は、規則正しく安定が約束されていたあの頃の日々よりも、はるか上まで上り詰めたし、私の精神はイレギュラーにそぐわない安定感を発揮している。今までの自分にとっての未来とは、例えば月曜日から金曜日までこの授業があるから、この日にこの課題をしようというような、自分の意思による予定によって形成されていた。しかし、今回のコロナ状況下の場合の未来は到底予測できるものでもなく、未来を予想するだけ無駄という、ある意味投げやりの考えに賛成できるものとなった。まさにこの環境が私の考え方習慣を変えることとなったのである。未来の予想がつかない、つけたとしてもその予想に信用性がないことを実感させられた今、今出ている課題が明日できるとも限らない。だから早めに手をつける。これを実現させるために、自分で課題専用のスケジュールを作り、課題を整理するようにもなった。ここで私が撮ったビデオを見てもらいたいと思う。ではここで、数多くの課題を私がどのように工夫をして消化していったのかについて紹介していきたいと思います。オンライン授業になり、評価方法がガラッと変わった中、さまざまな教科から毎週のように課題がたくさん出るので、その多くの課題を消化するために、私は自分でこのように時間割表を作りました。この時間割表の一番の工夫点は、それぞれの教科の科目の下にスペースを作り、その日出た課題を下に書けるようにメモできるようにしました。では実際にどのように書いていったのかについて紹介していきたいと思います。まずこれが第1回目に書いたものです。このように上に自分の手で日付を書き込むことで、同じ紙を印刷し何回も使えるように工夫をしました。下に赤色の
ペンで目立つように締め切りの日付と簡単に内容を書き、いつまでに締め切りがある課題なのかを一目で分かるようにしました。そして終わったものはこの緑の線でスラッシュをしているように、終わったものは消していくような形にしました。これが第2回目の2週目のものなんですけれども、1週目に使っていて、下に来週の日付があると便利だなという教訓から、2週目からは下に来週の日付も書くようにし、締め切りがどのようなスパンであるのかを把握できるように工夫をしました。このようにして毎週新しい紙を印刷し、日付を手で書き込み、出た課題を書いて分かりやすく整理をしていくことで、私はオンライン授業の数多くの課題を漏れることなくこなしていくことができました。そしてこちらが一番最後の週に使ったもので、全ての授業が終わり、課題も終わった後に自分で分かりやすく黄色の蛍光ペンで丸をし、終わったものも分かりやすくし、このようにして1学期間オンライン授業を私はスケジュール管理をしていきました。そしてもう一つの工夫点としては、私はもともと紙媒体のメモはもともとは面倒くさがりなのであまり使用してこなかったのですが、数多くの課題を先ほど紹介したように書いて把握するのと同時に、今日何をすればいいのかっていう、このような予定を自分で立てる、分かりやすく立てる必要があったため、手書きで買ったスケジュール帳に書いていきました。このスケジュール帳のいいところは、上に日付があるので今日することすべきことした方がいい課題を朝書き、終わったものはチェックをつけていき、このように日々しなければいけない優先順位を立てていきました。普段紙媒体はあまり使わないのですが、書くことで頭の整理がよくできるようになり、多くの課題に手をつけられたと思います。私はもともとパソコンでデザインをすることが好きだったので、今回のオンライン授業のを楽しむ工夫のもう一つとして、このように自分で表紙を作り、科目ごとに分かりやすく、そして楽しく勉強ができるようにしていきました。ちょっとどのようなものを作っていったのかを紹介していきたいと思います。まずこれはEC のプレゼンテーションのものです。このようなイメージがあったので自分で表紙を作り、ファイルの一番最初のページに挟んでいます。同じく EC のライティングは色を変えてこのようなものにしました。こちらは今回この授業で撮っているメディアの実践という授業なのですが、初めて名前を聞いた時にこのようなクリエイティブなイメージがあったので、これをイラストにして作ったのを覚えています。また財政学の授業も撮っていたので、このような表紙を作ったり、会計学の授業は白と黒でシンプルにまとめてみたり、日本語文化論という授業はこのようにちょっとジャンルを変えて可愛らしいもので気分を変えれるようにしたりと、オンラインの授業の中でも自分の好きなことを取り入れて楽しんで授業を受けてきました。この今に最大限視線を向けるような考え方が私の習慣になった今、私の生活も心も整っているのである。今に基づいた行動をすることは今を精一杯生きることで、
この行動は自分を責める要素を減らした。それと同時にプレッシャーもなくなった。自分を責めることなく、未来への不安がない。いや、不安すら抱けない今のこのイレギュラーが、このような考え方習慣を作り、それに私の精神は安定するようになっていった。今を軸とした考え方の習慣は、一般に言う生活リズムには即さない形ではあるが、日々変わるやるべきことを明確にしてこなすという意味でも、生活自身に安定感をもたらした。コロナの自粛生活下でこそ、後回しにせずに今やるべきことをしておいた方がいいよという大人の助言が漠然と分かったように思う。ストレスがなくなったことにより、聴く音楽とその音楽を聴いた時の受け取り方も変わっていった。落ち着きがなく不安でいっぱいだった自粛の初めの頃は、聴く音楽も明るい曲ではなかった。そして本当に不安だった時は、この歌詞に心が動いたのを今でも鮮明に覚えている。しかし、コロナ自粛下で得た新しい考え方の習慣のおかげで精神的にも安定し、毎日を楽しく過ごせるようになった今、心に響く曲は明るい曲ばかりである。はじめは不安で何もできていなかった毎日が、少しずつ何かできることをこなしていく毎日へと変わり、いつの間にか今できることに全力で取り組み、自分に自信もついてきた。どれも一日という区切りの波に流されてしまうが、砂浜の上には幸せだけが残るように、コロナ自粛下での私の日々も充実するものへと自分で変えることができた。私の頭の中の不分率が自分の中の音楽リズムをも変えた。以上が何もかも整い、音楽も全てが楽しくなってきた。コロナ自粛生活下での私の生活日記である。